東京ディズニーランドで今日から開催されるスペシャルなイベント、それがディズニーイースター。イースターとはキリストの復活を祝うお祭り。今年もディズニーランドではシンボルであるウサギや卵をモチーフにしたイベントが始まります。こちらは昨日一足早く公開されたパレードの様子。ミッキーやドナルドたちがウサギの耳をモチーフにしたウサ耳をつけ、コスチュームも新たに登場。